フェスティバル・オブ・ザ・ウィッチーズ、19世紀のガカルイス・リカルド、ファレーロ、1880年ウィッチ・クラフトとは、魔女の魔術、まじない、占い、ハーブなどの気薬の技術など、魔女と関連づけられる知識、技術、信仰の集合を指す。魔女術とも言うが、男性もしばしばウィッチの対象となる。もともと中世ヨーロッパの薬病や、災害の危機として、 土着的な民族文化に根差している。オイルやキャンドルを用いたまじないなど、現代のオカルト文化に属するものまでが、今日の欧米で、ウィッチクラフトの名のもとに行われている。競技においては、ウィッチクラフトは、ネオペーガニズムの一角を占める、古くて、新しいペーガン宗教である現代ウィッチクラフトのことを指す。この文脈における、ウィッチクラフトは、技術よりも、 信仰としての側面が強いため、日本では魔女衆とも称される。また、当事者は、ウィッチクラフトのことを単にクラフトと称することも多い。現代ウィッチクラフトの所流派は、ウィッカと称されることもある。もともと、ウィッカという用語は、英国でガードナー派、ウィッチクラフトとアレクサンドリア派ウィッカを指す、故障として使われるようになったものであるが、北米等において、 本来の用法を超えて様々なウィッチクラフト流派に対する通称として使われるようになった。ありがとうございます。